皆様こんにちは。今回は総合心療内科に関する質問に答えていただきます。斉藤先生、よろしくお願いいたします。こんにちは、斉藤です。本日はよろしくお願いします。総合心療内科は何をしているのですか？総合内科、総合心療内科、総合診療科など全国を見ると呼称は様々です。病院によって担っている役割は異なるため診療内容も様々です。外来診療だけの病院もあれば入院診療も行っている病院もあります。当院の総合診療内科はスタッフ8名に加え初期臨床研修医、専門医研修医とともに診療を行っています。風邪症状で直接来院される患者さんもいれば健康診断で異常を指摘された患者さんもいらっしゃいます。かかりつけ医に受診をするも症状の原因が見つからずに紹介になる患者さんもいらっしゃり、年齢を問わず様々な患者さんが受診されます。毎日ドクター G のようなことをやっているのですか？どの診療科でも病気を診断する際には頭の中で NHK 番組総合診療医ドクター G で行われているようなことを一人で行っています。テレビでは診断の難しい患者さんが紹介され、重要な手がかりをうまく見つけ出し、推理し、見事に解決に至ることが多いですが、実際は簡単に診断に結びつく方もいれば、さまざまな検査を実施しても診断できない方もいます。時間をかけて何回も外来に受診いただき、長く経過を見ていくことで診断に至ることも多く経験します。さまざまな検査を実施しても、特定の病気の診断に至らない患者さんもいます。診断に至らなかったとしても、患者さんの症状、苦痛に対してできる限りの対応をいたします。検査はどのような時に行うのですか？診断において検査は重要ではありますが、それ以上に重要なのは患者さんのお話です。お話を聞きながら私たちは様々な病気の可能性を想定します。世の中には多数の病気が存在しており、患者さんのお話を聞き、多くの病気から可能性の高いものに狙いを絞っていきます。診察でお体に異常な変化がないか確認することで病気をさらに絞っていきます。お話と診察した結果をもとに診断に至ることも多いと考えます。検査はお話と診察で絞られた病気をより確実なものにするために利用します。検査は 100% 絶対的なものであると思われる方もいらっしゃいますが、偽陽性、偽陰性など間違った結果を示すこともあります。検査を実施しないと見つからない病気があることは事実ですが、重要なのは患者さんのお話と診察した結果です。患者さん自身いろいろな不安があり検査を望まれることはありますが、まずはお話を聞き、診察した結果をもとに必要な検査を我々で判断いたします。総合診療内科で診断がついた後はどうなるのでしょうか？無事診断に結びつき治療開始となった際には、病気の種類によって対応方法は様々です。治療に関しても総合診療内科で実施できることも多く、外来もしくは入院にて治療開始します。しかし手術が必要な病気、専門性の高い処置や特殊な薬剤を使う必要性がある場合には、速やかに専門医に連絡を実施した上で治療を開始します。専門医と連携を取り総合診療内科で治療することもあります。患者さんのお住まいなどさまざまな状況を考慮して他の病院へ連絡を取り、そちらで実施することも可能です。患者さんの状態を総合的に判断して最善の方法で治療を実施します。最後に、当院の総合診療内科では特定の領域に限定せず横断的な医療を全人的に行っております。私たち総合診療内科だけで診断・治療をすべて貫通するわけではありません。患者さん、ご家族、かかりつけ医、各専門診療科医師など多くの方と連携を取りながら最善の医療を提供できるよう日々努めています。本日はご視聴いただきありがとうございました。